皆さん、こんにちは。アズマリアです。今回は、アイオーンが行った食材の儀式についてお話しします。アイオーンは、初めて私たちの前に現れた時、こう言いました。俺は、アルファであり、オメガ。これは、ヨハネの目示録にも出てくる言葉で、 神を意味します。神の前に神なく、神の後に神なし。アルファとオメガには、こうした絶対心の思想が込められているのです。アイオーンが何度も口にする、地を天にして、天を地にするとは、神のすまを天界を地に落とし、魔界、すなわち、パンデモニウムと呼ばれる地の世界を、神の視点にするものです。 長い歴史の中で、悪魔は常に神の意向を高めるための道具役に甘んじてきました。悪魔が暴力を振るえば振るうほど、人々は神への信仰を高めます。敬虔な信者の魂ほど、悪魔にとっては大きなエネルギーとなるため、神と悪魔は遠曲的に一種の共生関係にあったとも言えるでしょう。アイオンは、 このバランスを崩すことを目的にしていました。食材の儀式を示した食材の書とは、黒野によれば、四天子ルシファーが神に対する傲慢ゆえ、地に落とされ、魔界の王となったものの、いつかは許されて天界に戻れる可能性を示唆した書物と言われています。強制関係の根拠もここにあって、 結果的に、神の意向を称える道具役でしかない悪魔とは、傲慢の罪に対する禊そぎとも言えるのです。アイオンは、この書の記述をもとに、まず、パンデモニウムの首、すなわち、ルシファーの首を借り、ここにアストラルラインを集約させることで、失われたルシファーの光を取り戻させたのです。マグダラのマリアの回で触れた通り、ルシファーとは、 光もたらすものを意味します。つまり、アイオンはパンデモニウムの首を媒介にして、成功を持つロゼットに神のエネルギーを与え、強引に成人に作り変えてしまったとも言えるのです。この瞬間、ロゼットはジーザスに匹敵する力を持ったのです。これこそが目視録のもう一つの結末。アンチ・キリストの勝利。 神と悪魔の予定調和な暴力を一歩進めた両者の関係性を逆転させるものでした。そのためにはロゼットの怒りを煽り、正義を育み、尊い自己犠牲的な精神がどうしても必要だったのです。物語は終局へ向けて加速します。そして私の講座も次回で完結。次回は バンデモニウムの首についてお話しします。